さあ、謎の鋼鉄館からスタートします。どうもこんばんは、フィヌさんです。一体何なのかしらこの船。姉ちゃん、うわーすごいな、こんな船見たことないや。この床も一体何でできてるんだろう、見てよナディア。ほらほら、継ぎ目一つないよ、この床。すごい技術だな。もうジャン、あなた不安じゃないの？どうしてちっとも不安なんかじゃないよ。ジャンは科学の信奉者なんで。まあもっと言うと科学オタクですよね。どうしてよ。だってこんなすごい発明をする人が悪い人のはずないじゃないか。そういえばさっきの爆発は何だったんだろうね。うん、長老さんたち無事だといいけど。うん、きっと無事でいるよ。うん。これからどうしようか。うん、とにかく早くマリーをお医者様に見せなくちゃ。そうだね。そういうことか。あー、動ける。え、何にもできないの？もしかして。ライターまあそうだね。いつまでここに閉じ込めておく気、おく気かしら。これはあれかな、時間かな。マリーとは話せない。開かないな。移動移動できる場所がない。もっと会話する？みーみー。ん？いきなりちょっとどうしていいかわかんないな。ランプ。日記。ああ。一応日記は読めるんだ。話すじゃん。ダメだ。なんか出てきてもいいと思うんだけど、誰か。なんだ、何を忘れてる？見る？おじさんのライターだ。ランプ。ランプだ。ほんとそうだね。何していいか全然わかんないや。なんか時間で、あ。なるほどね。すげえ連打してたんだけど、ちょっとドットがずれてたか。それにしても不思議なドアだな。取っ手がどこにも見当たらないや。お、うわ。お、エレクトラ。ようこそノーチアス号へ。子供たち、私はこの館の副長を務めるエレクトラです。じゃん、副長って？船の中で2番目に偉い人さ。主に船長の手伝いをするんだ。あら、よく知ってるのね。あ、は、はい、父が船乗りなもので。そう、お父様はお元気なの？いえ、父さんは海の怪物にやられて。そう、お気の毒に。でもきっと生きてるって信じてるんです。そうね、希望を失わないでいるのはいいことだわ。はい。で、そちらの女の子は？ナディアです。え、ナディア。どうかしたんですか？いえ、なんでもないわ。そう、ナディアっていうの。僕らというよりナディアがですけど、悪い奴らに追われてて。そうで、その悪い奴らは何を狙ってるの？ブルーウォーターです。ブルーウォーターじゃん。まあ、ベラベラ喋っちゃったからね。この船の人たちが味方かどうかまだわからないのよ。そんな考えすぎだよ。こんな綺麗な人が。こんな綺麗な人が悪い人のわけないよ。じゃん、あなたって最低ね。ふふ、仲がいいのね。それよりその子どうしたの？え、あ、そうだ、この子が足をくじいちゃって。それだけ？え、はい。そう、それにしては元気がないわね、ちょっと。
大変すごい熱だわ。どうしよう、ナディア。二人とも落ち着いて、大丈夫よ。ここには様々な薬も、お医者様もいらっしゃるから。いらっしゃい、医務室に行きましょう。あ、はい、行こう、ナディア。ああ、医務室だ。これでよしっと。なんかどっといいなぁ。もう大丈夫じゃ。本当ですか、よかった。先生、この子は何の病気だったんですか？なんてことはない、ただの風邪じゃよ。注射を打っておいたから、一気に熱も下がるじゃろ。薬で風邪が治るんですか？すごいな。風邪だけではないぞ。ここには様々な伝染病の特効薬が揃っておる。へえ、すごいな。さあ、君たち、この子は少し眠らなきゃダメなの。わかるわね？はい。パパ、ママ。マリー、先生、この子、キングを置いていっちゃダメですか？まあ、いいじゃろ。おじいちゃん。大丈夫じゃよ。ちゃんと検査はする。それでもいいかね？ナディアです。副長。エレクトラは無言で小さくうなずいた。それじゃあ、ナディア君。この子たちのことは心配しないでいいからの。ああ、それとこの子が目を覚ませば面会はいつでも OK じゃ。さあ、二人とも私の部屋に行きましょう。そうか、あの子が、なんと皮肉なことよ。これがネモ船長に対する神々の罰だとしたら、なんと過酷な罰だ。みんな知ってんだな、ネモとナディアの関係。さあ、ここが私の部屋よ。勉強を教えるとこだね。なんかすごく涼しいな。冷房が入っているから。冷房？そう、機械の力で館内全部を冷やしているの。すごいや。夏涼しいなんて人類最大の贅沢ですね。うわー、すげー。なんかこの暑い時期に聞くと身に染みる。そうなんだや。今俺は人類最大の贅沢をしてるのかもしれない。いやー、あだ。ナディアはジャンの足を思いっきり踏んづけた。何すんだよ、ナディア。ふん。副長、至急ブリッジまでおいでください。あら、それじゃあ君たち、私が戻ってくるまでおとなしく待っていてね。そうそう、それからそのライターとランプは預かっておくわね。この船なんかおかしいと思わない？どうしたのさ、急に。だってあのエレクトラっていう人も、あのお医者様もなんだか私を知ってるみたいだった。そうだね。そんな、考えすぎだよ。そうかしら。そうだよ、笑って過ごしてもないです。して、笑って過ごしても、泣いて過ごしても一日は一日。だったらパーッと行こうよ、パーッと。くっそね、ありがとうじゃん。いやー、さーてと。どうすんの？探検するのさ。知らないわよ、こらえても。大丈夫、大丈夫。なるほど。ベッドだ。とかあるんだろうな。ないな、得意でも。引き出しだ、みたいな。鍵がかかってる。やめた方がいいよじゃん。調べるところないじゃん。一箇所だけ。何か箱のようなものの上に布がかけてある。取りますか。布を取った。見たこともない機械がそこにあった。表面にガラスをはめ込んだ四角い箱の下にいくつものボタンがついている。押しますか。するとこの船のブリッジらしい光景が箱の中に映し出された。何これ？これ、村で見たのと同じものだ。二人はこの不思議な機械に心奪われ、中で繰り広げられる光景にひたすら見入っていた。船長。君か、少し待て。被害状況を報告せよ。推進装置異常なし。ボムガードほか各兵装か。各兵装異常なし。外殻及び耐圧尖閣異常なし。
全バラストタンク異常なし、航行に支障ありません。島の方はどうか。全滅かと。そうか。全滅？みんな死んじゃったの。前方に漂流物、戦車のようです。戦車？副長、君の言っていた子供たちを追っていた奴らか。ああ、グラタン。おそらく。よし、回収しろ。は。船長、先ほどの攻撃ですが、うむ。あれは衛星軌道上から行われたものと思われます。だから、ガーゴイルか。遺産の一つか。ああ、遺産なんだ。おそらく。ああ、なんかナディアアニメもう一回最初からちゃんと見てみたくなってきたな。なんかね、探したんだけどね、有料だった。サブスクに入ってなかった、あんまり。うん。ですが、遺産そのものはエネルギーを反射する媒体に過ぎなかったようです。とすると、バーベルの塔か。バーベルの塔あったわ。はい。発射地点はわかるか。ちょっとセリフ多いな、残念ながら。ごめん、俺ちょっと喉が調子悪くなってきた。そうか、よし、付近の海中を探査する。この攻撃のデータの収集に当たっているガーフィッシュがいるはずだ。そいつを探し出せ。何が何でも今日こそ奴らの移動要塞を突き止めるのだ。は、なるほど。まだガーゴイルの本拠地見つかってないんだ、船長。君を呼んだのは、あの、子供たちのことだ。はい、いかがいたしましょう。君に任せる。わかりました。これより本艦は先行に移る。はい。そうか、この船は潜水艦なんだ。潜水艦？何それ？水の中に潜れる船のことさ。それで、あんな変な形をしてたのか。でもすごいな。おそらくこれって世界初の潜水艦だよ。どうでもいいけど、じゃあこのままじゃまずいんじゃない？あ、そうか、あの人が戻ってく。早くこれを元通りにしなきゃ。だから布使ってもしょうがない。嘘、そんなことないでしょ。押す？ああ、映像を消すか。うん、これで OK じゃない？ねえ、じゃあ、さっきのあれ何を言っていたのかしら。僕にもわかんないよ。遺跡とかガーフィッシュとか、一体何のことなんだか。退屈しなかった？あ、はい。そう。それじゃあいらっしゃい。館内を案内してあげるわ。はい。ああ、動ける。こういうのだいたい下から行くべき。三つあんじゃん。ここがノーチャースの心臓部、常温対消滅エンジンよ。常温対消滅エンジン？何ですかそれ。それはね、あー、これエレクトラの決め台詞だ。秘密ね。あー、思い出してきた。じゃあ、チェーも言うよね。ジャンね。ジャンのバカも言うよね。はあ。これは副長何か。ちょっと、なんか、子供の頃、わかんなかったノーチアス号の構造、まあ、レイアウトは違うにしても、ちょっと、わかるね。なんかね、事故で閉じ込められるみたいなやつはね、記憶に残ってんだけど、あ、グラタンあるじゃん。ここはノーチアス号の格納庫よ。ナディア見て。あの戦車だわ。爆発に巻き込まれたとこを回収したのよ。へえ。グラタンね。なんか影に入れるようになった。一番最初多分格納庫にいたんでしょうね。まだまだ深いじゃん。ここは潜航艇への乗り込み口よ。ここからノーチアスに備え付けられている潜航艇に乗り込むことができる。いずれ乗り込むんでしょう。結構深い、あれが。
船内深い。ここは独房よ。主に艦の規律を乱したものが入れられるところよ。なんかさ、分かってもらえるか分かんないけど、ライブアライブの SF 編みたいな雰囲気ある。出せー、こら、出しやがれー。例の3人組だ。あー。もうダメか。これちょっと1ドットずれるだけで、なんか扉の、あれがダメなのかもしれない。もしかしたら。判定が微妙に厳しいのかもしれない。ここが、ノーチアスの心臓部、常温追消滅エンジンよ。ごめんなさい。常温追消滅エンジンが2つあるね。開かない。開いた。ここは通信室。世界中のありとあらゆる無線を傍受できるわ。傍受か。なんかまあ別に何か操れるわけでもないね。ああ、ちょっと入るのつらいな。ここは私の部屋よ。何にもないね。広い。入れないんだよ、これ。一ドットずれてるから。ここは食料庫よ。船員の食料のほとんどはここで賄われているの。そうそう、ここにはあのライオンの子を入れないようにね。コンテナ。ここは倉庫よ。機械の修理用の部品とかが置いてあるところよ。この辺は倉庫か、全部。入れないな。これちょっとストレスだな。ここは倉庫よ。じゃあここが食料庫か。食料庫だ。ねえ、まだある。ここは魚雷発射室よ。これは副長。よ。入れない。くそ、これめんどくさいな。ああ、魚雷発射室。ちょっと水増し感ある。広いけど。この階は船員たちの部屋になっているの。でも今はみんな出払っているから後にしましょう。入れないの？はい、ああ、ダメか。二つに分かれてる。ここは船長室よ。だけど普通は立ち入り禁止になっているの。ピアノあるね。で、ブリッジか。違った。複雑。ちょっと複雑。ここは食堂よ。ほとんどの船員はここで食事をとるけど、私と船長は自室でとるの。なんで？ちょっともう。もう。これなんかコツいんのかな？ここは医務室。さっき来たから知ってるわね。あの子はもう大丈夫じゃ。みゃあ。あ、話しかけられない。ブリッジの方か。これなんかうまく滑って入れるようになんないかな？ここは配電室。ノーチアス号の電気関係の中枢よ。
ここはロッカールーム全員の私物などが入れてあるわ。なんで部屋あんのにね。ブリッジか。船長。なんだね、副長。子供たちを連れてまいりました。何？船長ジャンとナディアです。船長どうされました？副長、今は作戦行動中だ。子供たちをブリッジに入れるのは。船長。どうした？いました、ガーフィッシュです。二次方向震度500、20ノットで11時の方角へ進んでいます。電子映像は出せるか？はい。映像出ます。あれは。戦闘潜水艦ガーフィッシュ。あなたたち陸の人々が海の怪物と呼んでいるものよ。そうなんだ。え？操舵長、平穏層に入り、無音推進に切り替えろ。絶対に逃がすな。はい。副長、子供たちを下がらせてくれ。わかりました。さあ、私の部屋に行きましょう。いろいろと聞きたいこともあるでしょ？はい。さあ、何でも聞いてちょうだい。答えられる範囲で答えてあげるわ。エレクターさん、この船は一体何なんですか？万能潜水艦ノーチャス号よ。私たちはこの船で世界中を航海しているの。何のためにですか？とても商業船には見えないけど。そうね、その通りよ。私たちはある組織と戦っているの。あなたたちも見たわよね、あのガーフィッシュを。彼らはあれと同じ潜水艦を使っていくつもの船を沈めているの。父さんの船もあいつが、海の怪物にやられたというなら間違いないわね。でもなんでそんなひどいことをするの？理由はいろいろあるけど、一つにはお金儲けのためというのがあるわ。彼らは貿易船を沈めて届くはずだった荷物の代わりに自分たちのところのものを高く売りつけているの。そうなんだ。そんなことしてんだ。でも父さんの船は商船じゃなかったよ。奴らが狙うのは何も商船ばかりじゃないわ。自分たちに都合の悪いものは全て排除する。それが奴らの考え方よ。ジャンのお父さんは何をしていたの？船長だけど、航海の傍ら考古学の研究で、大昔に沈んだ幻の大陸を探していたけど、そう、ジャン、奴らの組織の名前はネオ・アトランティスというの。ネオ・アトランティスね、どっかで聞いたような。ジャン、アトランティスって大昔に沈んだと言われている大陸の名よ。アトランティス大陸ね。あら、よく知っているわね、ナディア。今回のショーめちゃくちゃセリフ多い。ああ、ちょっと休憩しようか。おいおいおい。はい。それじゃあ、父さんはその大陸を追っていたために。それはわからないわ。もっと別の理由かもしれないし。うん。エレクトラさん、奴らの目的は何なんですか？世界の征服よ。世界征服してもしょうがないでしょうね。え？ははは、こいつはいいや。何がおかしいの、ジャン。だってそんなことできるわけないじゃないか。世界にはフランスとかアメリカとかイギリスとかドイツとか強い国がたくさんあるんだ。鋼鉄の船ならアメリカにだってあるし、できっこないよ。いいえ、できるわ。え？奴らの科学力はこの時代のそれよりはるかに進んでいるの。あなたたちも見たでしょ、あの島の最後。あそこには私たちの補給基地があったんだけど、島ごと消滅させられてしまったわ。おそらく世界中の軍隊が集まってもガーフィッシュ一隻沈められるかどうか怪しいものね。そんな、今奴らに対抗できるのは奴らと同じ科学力を持ったノーチアス号だけなの。なあ、ニナディア。この船の人たちは何のために戦っているんですか？正義のためですか？そうね、そんな安っぽいヒロイズムでないことだけは確かね。僕らはいつまでこの船に いられるんですか？ずっとよ。え？
基本的に私たちは陸の世界とは関係を絶っているの。私たちのことをまだ外界に知らせるわけにはいかないのよ。なぜですか？私たちの科学力を外に出すのは赤ん坊に拳銃を与えるのと一緒よ。大きすぎる力は不幸しか生まないわ。そんなの買ってよ、ナディア。偉そうなこと言ってても、所詮はあのガーフィッシュと同じ戦争をするための船じゃない。あの島の人たちだってこの船が基地なんか作るから死んだんじゃない。こんな人殺しの船になんか乗っていたくないわ。そう、わかったわ。検討しましょう。でも今しばらくは我慢してね。私たちは今ガーフィッシュを追跡中だから陸には寄れないの。そうだよナディア、まだしばらくいようよ。マリーの病気だってまだ治ってないんだしね。そんなことないよ。ガーゴイル登場サウンドだと思う。多分何かしらこの音楽、パイプオルガンみたいだけど、ネモ船長よ、あれネモか。へえ、意外だな。いかにも海の男って雰囲気だったのに。私なんだかあの人嫌いだわ。どうして？わからないわよ。でも何？この曲なんだかとっても懐かしい。違うわよ。副長。はい。女の子が目を覚ましたから子供たちにもう来てもいいと言っといてくれ。わかりました。聞いたわね。さあさあ行ってらっしゃい。あの子目が覚めたら全然知らないところにいるからきっと心細い思いをしてるわよ。はい。こっから自由なんだ。もう一個上だっけか。結構同じ景色が続いているから迷うね。あれ？ああ、ここだ。お願いね。もう大丈夫じゃ。ただちょっとまだ栄養が不足しておるようじゃから、倉庫から栄養剤を持ってきてくれんか。そういうことか。え、これもしかしてそういうお使いめっちゃさせられる可能性あるね。まあでもセリフパート終わったからちょっと気が楽かな。なんかね、喋ってると喉が詰まる瞬間あるんだよね、どうしても。栄養剤ないんだけど。え？ないよ。倉庫から。あ、栄養剤は見当たらない。こっちは開くぜ。開かない。栄養剤は見当たらない。あれ？なんでないんだ？え？見つからない？でもあの感じじゃ真ん中の2つだよね。栄養剤見つかりませんでしたなんて戻っていいのかね。栄養剤が見つからない？見当たらない、見当たらない。あれ、ないぞ。でもこれ戻っても
持ってきてくれんかって言われて終わりでしょ。もうめんどくさい。何なかった、ふむ、となると副長に聞かねばわからんな。あれ進展した。なかったよ。副長、副長ブリッジにはさすがにいないでしょうね。部屋にいますよね。遠いな。いちいち遠いな。この下？ここだっけ？そもそも。あ、違う。ここは魚雷室で。ここだ。いなーい。副長いない。いないんだけど？副長がいない？ここは独房だしな。ちょっとめんどくさい展開になってきてる。こんなところにいるわけないもんな。ブリッジ？ブリッジか、食堂か？よう、坊主、何か妖怪。なんか、副長のヒントとかないんか。探すの大変だ。こういうところは開かないでしょうしね。あ、行った。マジか。開くのか。いや、ここにはいないでしょう、さすがに。ネモの部屋。ネモの部屋にいない。ブリッジ。いや、医務室。見つかったかね？いやー、見つかんねえっす。どこいんのよ。いた。わ。キャ。あなたたち何かご用？栄養剤を探しているんだけど、それならさっき食料庫へ運び込んだわよ。それじゃあ、何やってたんだろう？どうしたんだろう？あんなに慌てて。さあ、食料庫にあるようかな。あー、これは食料庫に戻りますね。見当たらない。見当たらない。あ、そうか。食料庫だからここじゃないわ。ここは倉庫だから、こっちだ。反応しないっすよ。全然。だいたい、調べてるけど、ないよ。あった。
これか。ちょっと根気のいる章になった。これ大変だな。よっ、はい。こんなところで使っても仕方がない。そんなバカな。渡す。誰に？イエチが使う。おお、これじゃこれじゃご苦労じゃったな。なんだろう。わからないわ。なじゃあブリッジに行ってみよう。うん。ネモ船長、どうしたんですか？大したことじゃない。だが、ここは危険だから、エレクトラの部屋に行ってなさい。はい。大したことじゃないですって、どうせ人を殺すんでしょう。ナディア。すみません、船長。さ、行こう、ナディア。何よ、私、間違ったこと言ってないわ。そうだな。なんだ？どうした今の衝撃は何だ？ガーフィッシュ。何？ガーフィッシュに雪原されています。バカな、接近になぜ気づかなかった？変です。レーダーもソナーもガーフィッシュとの距離は300になっています。どういうことだ？船長、奴は乗り込んでくる気ですぜ。総員戦闘準備、白兵戦の用意だ。はい。わーわー。今度は何？うわー。キャー。ナディアー。ははは。ナディアがいない。そんな、ナディア探すの？ちょっといきなりすぎるな。いろいろ。エレクトラさんの部屋は？開く。いない。いない。ナディアを探すんだよね。格納庫。ああ、違う。独房。独房にいいんじゃない？いない。三人組がいない。ああ、三人組がね。ブリッジ？ここはクリア。ここもまあ違うでしょうね。あの戦車がない。畜生、あいつらが触ったに違いない。よし、ネモ船長に行って、先行艇を借りよう。絶対ナディアを助けるんだ。そういうことか。何、ナディアがさらわれた？例の三人組です。お願いです。先行艇を貸してください。ダメだ。そんな、ノーチアスを修理して追った方が早い。それじゃあ、ありがとうございます、船長。例には及ばん。おそらくナディアをさらったのは、ネオ・アトランティスの奴らだ。例の三人じゃないんですか？違う。でもなんで？ブルーウォーターだ。ネオアトランティスの奴らもあれを狙っているのだ。教えてください、ネモ船長。この船は一体何なんですか？ナディアについて何をしてるんですか？
ジャン君残念だが、それは言え。だが、我々は君たちの敵ではない。それだけは分かってほしい。わかりました。では、エンジンルームに行って修理を手伝ってやってくれ。確か君は機械工学が得意なんだったな。はい、でもこの船どうかしたんですか？先ほどの衝撃で推進装置に異常を起きたしたのだ。結構移動がもう嫌だわ。なんか移動がちょうど面倒くさく作られてる。エンジンか。おお、待っておったとジャン君だね。話は船長から聞いておる。早速だが倉庫に行ってエンジンの部品を取ってきてくれ。お使いだ。ないな。ないぞ。ああ、これのことかな。お、部品を手に入れた。部品はあったかね？はい。これじゃダメか。今度はこいつを持ってきてくれ。もうあんまセリフ読むのやめよっかな。今度こそこっちでしょ。違うんだ。ああ、あった。もう一回来そう。これじゃダメか。機関長、今ので配電装置に異常が起きたようです。配電室。ちょっと機関長ダメじゃないですか。配電室ね。この上だっけか。ここは魚雷か。この上だ。あったあった。あれ違うの？これじゃなかったっけ？あれ？ここじゃない。配電室ってあれか、食堂があったところ？おお、遅かったな。早速どいつが悪いか調べてくれ。はい。これだ。おお、あったか。どれどれ。一発あった。なんだこれは。どうしたんです？
巧妙に配線に細工がしてある。これじゃあソナーもレーダーも狂った値しか出せんぞ。ジャン君、このことはわしと君の二人だけの秘密にしておいてくれ。はい。これで、よし、さあ戻ろう。ジャン君、悪いが、もう一度今度。ちょっと、機関長、戻ってくるときに部品取ってこればよかったじゃん。わあ、今度こそあっちか。別の方か。よし。通れない。もう治ってくれ。よし、治ったぞ。ジャン君ありがとう。ネモ船長に報告か。あー、でも治ってるね。はい、船長治りました。治ったよ、船長。ご苦労だった。はい。エレクトラの部屋。なんか途中まで良かったけどな。なんだろうな、ちょっとどうなんだって思うな。どうなんだって思うような展開が続いてますね。もう一個下？はい。じゃあベッドを貸してあげるから少しお休みなさい。これで終わりかな？6時間ぐらい。船長、ガーゴイルの移動要塞見つけた。海底要塞の映像出ます。もうすごい。大きい。マーベルの塔を搭載した巨大海底移動要塞。中に乗り込むんだ。乗り込むんだ。わざわざ乗り込み口まで移動させるんだよな。なんかほんとこの仕様が、まあ時代がね、時代が時代なんでしょうがないけど、
ちょっと良くないな。うん、はい、隊長のディーン。さあ乗った乗った、ギャン。くれぐれも気をつけてね。先行艇への乗り組み完了しました。おお、すげえ。発射。敵要塞メインハッチ接近。にいる。なんとか潜り込めたな。そうなんだ。ご飯に分かれ。60分以内。すげえ大掛かりだ。ロボットガード。いかん、全員少年を守りつつ格納庫まで撤退しろ。あー、そんな表現あるんだ。血まみれだ。くそ、俺たち以外は全滅か。隊長さん、しっかり。ふ、じゃん、これを頼む。これは？高性能次元爆弾とこの要塞の大まかな見取り図だ。こいつを使ってこの要塞のエネルギー加速装置を破壊してくれ。これでとりあえずバベルの塔は沈黙する。ディーンはジャンに見取り図と爆弾を4つ渡した。ネオ・アトランティスの誇る兵器だ。キリスト教ではこれをソドムとゴモラの火と呼んでいる。我々の基地を滅ぼしたのもこいつだ。おお、すごい。ここがそのバベルの塔だ。うわぁ、最上階か。この塔を囲むように4つの粒子加速装置の塔がある、あるね。おそらくナディアが捕らえられているのはこのバーベルの塔だろう。他はエネルギーを変換する機械でいっぱいだからな。グー、隊長さん、どうしてそんなことまで知っているんです？こいつはな、ジャン、メインとなる機械の部分はノーチアスと同じであるところから掘り出されたものなんだ。そうだ、詳しくは言えんがな。できればバーベルの塔をはじめに破壊したいのだが、エネルギーの供給を止めてからでないとエネルギーが暴走してここいら一帯が消滅してしまうことになる。わかるか？はい。そうか。でもだったらそのエネルギー装置を破壊してからバベルの塔を壊せば。その通りだ。だが爆弾が足りないのだ。でも5個あるんでしょ？確かにもう一つここにある。じゃん、必ず生きて帰るよ。え？お姫様によろしくな。うおー、バンデルガンド王国に栄光あれ。あ、すげえ、なんかナディアっぽい演出が。お、ガーゴイルだ。久しぶりだね。再びお目にかかれるとは思いもよらなかったよ。無理もない、君がまだ赤ん坊の頃だったからな。
知りたくはないかね、私がどこで君に出会ったか。クックック、頑固なところは父親そっくりだな。ところでナディア君、我々にブルーウォーターを渡してはもらえないかね。欲しければ勝手に奪えばいいでしょ。はっはっは、これは手厳しい。だがそのブルーウォーターは正当なる継承者の許しがなければ触れることすらできないのだよ。ガーゴイル様、どうした。は、実は。おお、そうか。ナディア君、非常に残念な足跡だ。先ほど君を助けに来た一行が全滅したそうだ。こちらもロボットを一台失ったが、まあいいだろう。教えて、その中に男の子はいたの。さーて、いたかもしれない。後で調べさせよう。ではナディア君、海の旅をゆっくり楽しんでくれたまえ。なんかもうこの辺で一旦セーブ入ってもいいような気するけどね。これ、見取り図。大まかな構造が記されているってなんだよ。手探りじゃないか、実質。動力に行ってもいいんじゃないの。敵とかいないんかな。生命維持装置室。タワーを潰した方が早いんか。でも動力室、台の上に一冊の本が置いてある。その表紙には英語で、生命維持装置の扱い方。え？そうなん？これ最後だ。ナディアを探すのが先だから、移動室。移動室。一個一個か。配電室らしい。これなんか、ん？何するんだ？爆弾を仕掛けるのはわかるんだけど。配電室らしい。あ、こんなところで使っても仕方がない？え、なんかきっかけをくれ。そういうこと。わかったわかった、意味わかった。配電室じゃない、なんか当たりがあるんだ。わかったわかった、言いたいことがわかった、ようやく。これ探すんか。お、マジで言ってんのか。これは長丁場ですね。さすがに29階でしょう。いやー、30階？そんなバカな。ああ、30階だ。間違いなく。あ、未配だ。見つかった。大変だ。は？え？ちょっと待って、ちょっと待って。順番がある。別の塔。第2の塔。未配だーとか言ってるな。30階でしょ？
張りだ。え、全部に見張りいんの？いや、メインタワーか、先に。もしかして。メインタワーに行って、うん、そうか、メインタワーに行って、衣装か何か盗んでこないと、ダメなんじゃない？ああ、もう、ぽい。いや、部屋多いな。兵員宿舎、ほら、なんか汚れてるし。さあ、見たろっか。ん？もっと力が必要。あそこに多分服がある。から、バールのようなものを探さないといけない。だって他のロッカー開かないもんね。そうなんだ。そういうことさせんのか。はい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 。あと全部一緒か。あるあるある。あ、ダメ。これもダメ。あそこに爆弾使うっていうことはないだろうからな。めんどくせえ。あ、服あるよ、服。え？そんなわけないじゃん。ナディア先に探すってか。はぁ？ってことは、メインタワーの上の階、31階、入れないでしょ。鍵がかかっている。ああ、ここだ。コンコン。は。誰？ナディア、ナディアだね。ジャン、ジャンなの？うん、助けに来たよ。当たり前さ。ねえ、ナディア、ところで、ここの牢屋の鍵がどこにあるか知らないかい？どうも普通の鍵じゃないらしくて。赤いマスクの兵隊が持って行ったけど、よし、わかった、待っててね。これで服、いや、赤いマスクの兵隊を探すのが先か？まあ、そうだよな。まあ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 。でもこれでタワーを開けに行くような気もするんだけど。どうやらここは何かの電子頭脳の部屋みたいだ。赤い服の、ああ、なんだお前は出ていけ。赤い服？なんだろうな。思ったよりヒントがない。開かない。同じか。ん？何かの薬。薬？
薬だ。これ片っ端から部屋全部見ていかないとしょうがない。大変だ。28階。いやー同じだもんな全部。配電室、全部配電室。あーぽいな。28階捜索したら今日やめよう。ちょっと嫌になってきた。28階は多分何にもないかな。ないね。どうだ、他のサブタワーの上の階行ってみるか。ダメだ。めんどくせえ。メインタワーの27階。配電室かな。いやーそうなんだ。薬を使ってみよう。ダメだ。27階も多分これ何にもないな。何にもないだろうな。はい、何にもなかったので、次回またこの続きからやりましょう。ということで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。